自分は負けたんですか。さあね。おそらく攻撃は今回限りでは終わりません。あなたや美坂さんはこれからも狙われ続ける。守ってもらえますか、美坂さんを。いつでもどこでも駆けつけて彼女を守ってくれると約束してくれますか。まったく最低の返事だ。あいつは無資格でああいうことを言うやつなのよ。別に私が特別ってわけじゃないんだから。勘違いって分かってんだけど紛らわしいのよ、あのバカ。